大塚チャンネルラットです。今日はですね、今ね8000最強リーグというね、大会が行われてるんですよ。で、まあ詳しい話はちょっと概要欄から見てもらえればいいかなと思うんですが、まあそのね、簡単に言うと日本で最強のチームを決めよう、みたいな大会ですね。まあ今までこうクラロワリーグチーム戦あって、まあ久々にチーム戦が見たいよねっていうので、ライキさんがね、企画して今進んでるイベントが、最近始まりまして、まあその大会でね、なんと私、今んとこすごい調子がいいことに、3人抜きをしましたね。はい。昔のクラロワリーグを見てた方ならわかるかもしれないんですけど、まあ 2v2 あったり 1v1 あったりした中で、キングオブザヒルですね。はい。KO1 があって、今回もその 2v2、1v1KO1 みたいなね、仕組みなんですけど、その KO1 でなんと3人抜きしました。で、8000最強リーグという名前もあって、8000プレイヤーしか出れません。しかも8000プレイヤーの中から人気があったりだとか、まあ超強かったりとか、もう事前にこうね、抽選があって、もう選ばれた上手い人しかいない、リーグでね、今のところすごい調子がいいというわけで、ちょっとそのリプレイをね、3試合だけ、はい、見ていきたいなと思います。もう多分皆さんも知ってる方も多いと思うんですけど、で、あと、ちなみに僕のチームはですね、ライキさん、僕、みかん坊やさん、あと KK ですね。なんで、まあ全チーム4人チーム構成になってますね。で、まあ、2v2 も、あってね。僕はライキさんとね、そう、組んで、久々に会ってるんですけど、2v2 2試合やって、2回ともこう、2-0-2-0でね、まあ、枯渇とかも本当リーグとか使ってましたし、まあ、そういった時もね、はい、使いながら、今んとこね、だからもうやばいんですよ。2v2 2連勝かける2の KO1 の1番手で3人抜きで、勝率なんと7000無敗っていうね、化け物記録を出してるんで、後半戦はね、はい、お休みして、勝率 100% で終われたらなんてね、思ってるんですけど、これはまあ練習ですね。で、練習した時にね、途中、野良に普通に負けるっていうね、こともあります。で、1戦目のね、方からまあ見ていくんですけど、だらけ隊さんですね。この人はね、もう日本でペッカがめっちゃ上手い方ですね。はい、ペッカ工場使いの方です。はい。で、今回 KO1 がバンカードもあったんですよ。で、バンがですね、エレジャイト迫撃砲かな？そう、チーム元ポノスが、バグにしたんだ、エレジャイバーンしたのかな。で、相手が迫撃砲バーンだったと思います。なんで、エレジャイと迫撃砲はいない環境ですね。で、まあ何が強いんだろうと。で、そして今回、だらけ隊さんがペッカ使いなんですよ。そう、ペッカ工場、マジで本当に日本でトップ3入る、マジでペッカ専門のね、方です。で、まあペッカをね、対策して、まあこのデッキにしてるんですけど、すごいね、なんか、ラットふざけてねってめっちゃ言われたんですよ。もう骨、見てわかる骨デッキみたいな。そう、骨カードが5種類ぐらい入ってて、もう骨やみたいな。ラットふざけてるやんみたいな。結構ね、その、ライキさんのね、配信で毎日やってるんで、YouTube。そう、生配信、大会をね。そう言われてたんですけど、至って真剣です。はい。至って真剣で、その、めちゃくちゃうまいんですよ、ペッカが。だから、ある程度は対策しないと、その勝てないわけですよね、ペッカに対して。皆さんだったらペッカってなったらペッカ工場ですね、ゴースというのの、まあ、マジアチャだったりサンゴだったりエレキだったりいろいろありますけど、ペッカ工場に対して何を出しますかっていう。で、まあ普通だったらこれ新鋭隊ロイフグとか、まあ、新鋭隊デッキですね、まあ陸硬いやつですね、やっぱペッカとかになるとなるんですけど、あー、このバルガエッチですね。もう相手のデッキがおめがないところでかやって、対空2枚されたそらねえやんのバルーンですね。はい。ブーストされます。そう、だから、まあ、普通に考えて新エタ力とかなんですけど、普通に考えると、やっぱこう、相手もそれなりやっぱ8000いってますし、チーム戦でみんなでやっぱ相談できるとなってくると、新エタ力が悔しいから、メガナイトとか、絶対こう、避けるんですよね。まあ、わからない。そこを、俺のペッカで通すでとか、俺の得意は止まんねえぜっていうので、通してくるプレイヤーもいます。まあ、その、対策してこない読みだったりね。いろいろあると思うんですけど、まあある程度はやっぱこう分かってますから、避けてくるプレイヤーもいるわけですよね。だからそこをこう、まあ、避けてくるのも考えながら、避けられなかった時にもこう考えながら、気づいたら骨デッキになってました。至って真剣です。はい。そうだから、ペッカを対策したくて、ストレートに対策は嫌だよねっていう。でも、オールブレイカーも受けないんで、ファイボテってですね。そう。だから、僕はこれ、本当にすごい言われてたんですけど、めっちゃ真剣に考えてこうなったんですよね。はい。ということで。まあ、ペッカなんで、陸多くしときゃええやろっていう。で、なんならこれと同じようなロイジャイデッキ。で、本当にほぼ一緒なんですよ。なんなら、バルーンが
ロイになっただけなんですよ。のロイ J とかも今普通に使われてるぐらいこの骨デッキ強いんですよ。そう、ネタ抜きに強いんで、ちょっと後日またねこの骨デッキ動画上げようと思うんですけど、そうマジで強いから、まあスケキン持ってないと無理だと思うんですけど、まあ、スケキンもね僕多分異常に好きなんですよね。なんかそう大会とかいつもスケキン使ってんですよ。そんな強くねえな。いやでもそこそこには強い、そこそこには強いんですよ。そうけどアチャクイにはやっぱ及ばないけど、スケキンちょっとお気に入りなんでね。そういやマジでザッピー、スケブー、トリトン、ネクロ、キョスケもスケキンも全部陸受けなんで、もうすごいですね。この、まあ、相手がペッカ使いということで、まあ、ペッカに似たねこうメガナイトで、まあ陸で結構攻めるね、できてきてますけど、もう陸受けしかないのでぶっ刺さってますね。で僕からしたら、まあ初っ端のバルーンダメージ与えてますんで、ここから別に攻める必要がないんですよ。その相手がねファイボとかクエイクとかがあるわけでもないので、ここで別に僕が攻めて1本取らなくてもタイブレイクで勝てるんですよね。そうもう一生守ってたら勝てるんで、もうここからはねすごいぐらい芋ってます。あのあーでもここは攻めるんですね。残ってるんでね、ネクロ残ってて受けにくいやろっていうので攻めるんですけど、もうこういうのも軽くちょっかい出すぐらいでもう一生持ってますね。やっぱタイブレイクルールがあるんで、こう無理にね勝ちに行くんじゃなくて、負けないように負けないようにですね、ガイもしてます。でさあファイブも使って、で負けないように負けないようにしてると相手は逆に勝たなきゃってなるんですよ。そうダメージリード負けてるんでね、相手からしたらで勝たなきゃってくるところをまあ軽く防衛してでカウンターしてっていうのを繰り返してると、まあより安定してね、そう勝てるんじゃないかなということで、まあこれは端前ねウォールブレイク闇ですね。はい、生きてます。で攻めなくていいとか言ってんのに生きてます。まあでもさすがにウォールブレイクが突進入ったところで負けないんでね、さあしっかり最後の最後にファイブ打って勝ちですよというわけで、マジ骨デッキがネタじゃないんですよ。これガチでラットふざけたなってコメント欄あったんですけど、至って真剣です。というわけで、まあ、ケイウチ1人抜いたと。で、1人抜いて、僕の後ろが、ライキさんと KK だったのかな。そう、だからもう1人抜いたから、別にもう負けてもいいやっていう感じで、まあ、気楽ではありましたよね。あ、で、一つね、言いたいことがあって、これね、めっちゃ言われてたんですよ。その、Twitter とかでもだし、YouTube のコメントとかでもめっちゃ言われてたんですけど、ラットわらしべしとるやんって。わらしべっていうのは、相手が使ったデッキを次は自分が使って対戦して、また相手が使ったデッキをまあコピーしていくみたいな。そう、めっちゃ言われてたんですよ。わらしべで勝っとるやんみたいな。だから、こう、最初この試合、メガナイトと試合して、メガナイトをパクって、今回またテスラディが着衣で、それをパクってって、わらしべでラットをやってんな、みたいな。こいつ、遊んでんな、みたいな。すごい言われてたんですけど、これガチで偶然なんですよ。もう型もまあ全然違うじゃないですか。まあ似てるっちゃ似てるんですけど、本当に気づかなかったんですよ、こんな。だから僕別にわらしべ狙ってないですが、本当偶然奇跡的にこうなりましたね。そう、いやなんかすごいなと思って、よく気づいたな思って、みんな逆に、はい、というので、全然そういうのではないんでね、偶然なりました。で次の方が、ちょっと読み方がむずいんですけど、クロスとか、まあ、なんか高回転のプレイヤーらしいですね。高回転使い、いやーもうバッチもすごいし、トロも高いんですよ。もうすごいレベル高いんですよ今回の大会で。世界51位フィニッシュと。さあ続いてですね、で高回転使いで、まあ、何使おうかなって、本当にだから多分通話しながらやってるチームとかもちろんありますし、僕らも 2v2 の時はさすがにコミュニケーション取らないといけないので、まあ、ライキさんはこうね、運営で実況解説とか、まあ、やり進めながらの、僕とね、まあ、通別、時々電話してみたいな感じやってて、で、まあ、僕らボナスはもう本当に、個人でやるゲーなので、もうどうしようかなと思って、デッキ何使おうと思いながら、本当に悩んでて、別に仲悪いとかじゃないですけどね、これでいいっすよねとか、バンカード何にしますとか、まあ、事前にしっかり話したりしてますけど、そのみんなでなんかワイワイする感じでもなかったので、結構とりあえず行ってきますって感じのね。そうで、まあ何使おうかなってマジで分かんなかったんでまあ得意なやつと好きなやつ使えばいいやっていうやつですよね。なんでまあメガナイトオールブレーカー、僕まあほんとよく使ってると思うんですけど、まあ現環境型のねアチャクイメガナイトオールブレイカーですね。でやっぱエレジャイト迫撃バンっていうのがねでかくて、
っぱこのメガナイトオブブレイカーとかってエレジャイきつかったり、まあ、それこそ迫撃もきついんですよ。だから両方きついけど、その両方いないから、まあ、理論上めっちゃ強いんですよね。弱点が2つも勝手に消えてるわけですから、そういった意味での、まあ、盤も考慮してのしっかりデッキ採用してますね。でこれ止まんのって思いながら両サイ攻めて、あちゃくやりにディガー行ったんですけど、なんかテスラがディガーから殴ってんですよ。これね結構痛かったっすね、あれっていう。しかもめっちゃ綺麗に守られてるんですよね。それであちゃく残ったね、嫌だなと思いながら、で、まあ、相手が高回転使いっていうのがあったので、まあ高回転って言ったらホグとか、まあ、バルーンとかじゃないですか。なんでザップいらねえと思ってザップを、ね、雪玉にしました。はい、まあなんか真面目にやりながらも、真面目にとかなんていうんだろう、真面目にやってます。はい、常に真面目にやって、中身はねこうちょこちょこ変わるのがね意外といいんですよ。僕が好きな戦い方ですね。こういう例えばなんだろうね、何がいる、まあだからザップを雪玉にするとか、まあ、メガナイトワンチャンペッカにするとかね、1枚買い2枚買いみたいなのはね結構こう刺さったりするんでいいですよね。しかもこの雪玉が今回ねこの圧着に対してめっちゃいいんですよ。圧着いってこう透明になるんですけど、まあ今回相手の圧着にタイミングうまかったんであれですけど、透明になるなってから雪玉でね時間稼ぎができるんで。さあそしてあとはこのコウモリですね。その相手からしたらデリバリーを使わなきゃコウモリを言ったらこう守れないんですよ。逆にコウモリに対してはデリバリーがあるという考えもできるんですけど、だから僕はメガナイトの後ろに無理にね、おーん、攻めっ気になる雪玉です。僕はあんましないような。そう、レアなプレイ。で、圧着低めから出してもポイズンとかでいかれるんで、なんか一生高めに出してますね。で、そのコウモリの話なんですけど、だからメガナイトの後ろとかにコウモリつけたとって、結局デリバリーでコウモリにも処理されてメガナイトも受けられてっていう、相手からしてちょっと美味しくなるんですよね。だからこのコウモリのちょっと使い方を見てほしいですね。できるだけディガーコウモリ、コウモリ単品だったりとか、デリバリーを使ってからのコウモリですね。多分この後あると思うんですけど、ここね、普通にコウモリを追加しないんですよ。したいけどしないんですよ。で、雪とかでちょっとプレッシャーかけながら、でデリを使いましたの、さあコウモリからのウォールブレイカーまで行きます。これ待ってましたね、タイミングを。いつ行こうかってずっと待ってて、からのこの2周目のディガーで、さあコウモリが残ってると。相手の手札的に、やべ、ポイズン使う、圧着どうするってなって、さあダメージがめっちゃ入ってます。まあ、みたいな感じで、なんかユニットなんかの、まあ何でもいいんですけど、まあ、ユニットの後衛にね、すぐユニットつけたくなると思うんですけど、どんなデッキでも。こう無理にやっぱつけないっていうのも大事ですよね。相手のユニットとか、相手が何を抑えてくるかって考えて、ゴレの後ろにね、こうとりあえずダクネってなるんですけど、ダクネ出しても意味ねえなと思ったら、出さずに他のユニットで戦ったりだとか、いろいろそういうのが大事になってきますね。そこで2人抜きです。さあそしてラスト3人目がキタッシャンですね。まあキタッシャンも最近ゴリ仕上がってます。なんならこの日も 1v1 でみかんさん倒して、その前の試合で 1v1 別のプレイヤー倒してるんで、もう 1v 勝ち勝ちってきてるんですよ。そうで、ベスト世界9位でしょ。で前期も2桁とホグですね。もうホグクイックバチコリうまいです、やばいですのキタッシャンということで、まあ何使おうかなっていう、なんならほんとちょっと前に一緒のチームで世界一戻ったんですよ。なんか別の海外のチーム戦があって、そうで、まあお互いのやっぱ得意なのも知ってますし、俺こういうの使いたいとかもまあ知ってるんですよね。で僕やっぱさっきメガナイトも使ってますし、まあメガナイトがやっぱ強い環境なので、そこをしっかり対策してのペッカですね。まあペッカラマーな来るかもなとは思ってましたね。まあ、エレジャイと迫撃版で、まあ、エレジャイにはペッカラも別に元の強いですけど、まあ、その環境で最強メガナイトをやっぱ倒せるのと、まあ、僕に対してこのねペッカとかがやっぱ刺さりやすいんでしょうね。よく使われます、はい僕で。まあキタッシャンは高回転族なんですよ。クエイクホグとか、それこそ、まあ、ディガーウォールブレイカーみたいな、ディガー削りとか、だからそういう小物系のイメージあったんで、まあ、なんか小物系に強いというか高回転対決しようと思って、そうディガー削り対決で、まあ俺はクエイクで行って、まあキタッシャンが何で来るか分かんないけど、まあ、削りに関してはこのデッキ強いんですよね。高回転クエイクウッドディガーなので、お前防衛どうすんやみたいなデッキですけど意外と守れます。はい、見ていてください。
なんでまあ高回転対決で削り勝ちしようかなと思って、そうまあ2人抜いてるんでふざけてもいいかなとも思ったんですよふざける、たまに使うね、貴公子みたいなデッキですよ、ラバルエリシャイとか、まあ、やろうかなと思ったんですけど、さすがにやんない、3人抜きやりたいなっていう欲が出ちゃいましたね。うん、まあ、普通にね勝ちに行きましたね。うん、でまあここはしっかり受けて、でベビドラのターゲット取りながらのスケでね、はい、やっぱ分けないといけないですね。ペッカの単体攻撃とベビの範囲攻撃を一度に受けるなんて無理ですから、ベビドラの範囲は固めのダックプリで受けて、で単体のペッカは細かいので受けてっていう、こういうしっかりね受け方も結構細かいところですけど、すごい大事になってきますね。でこれはまあ絶対ユニットで受けてくるサイクルだったので、まあ、ウッドまで転がしてね、いやーこのアーチャク一発だけでもでかいですね。うん、僕は多分こういう高回転使うの意外とイメージないのかな、どうなんだろう、そうみんなの中での俺のイメージが分かんない、自分の中である程度分かるんですよ、ラバー好き、メガネット好きとかウォールブレイカー好きとかあるんですけど、あんまこういうなんか高回転ディガー削りみたいな、クエ削りみたいなのは多分あんまイメージがなかったと思うんですよね。そうでさ、ここでケツペッカされると、で僕は暇なのでもうあれですね、クエイク削りを始めていきます。もう守るだけですね。普通に考えてクエイクだったらね、こういうの形込まれてきちいじゃんってなるんですけど、まあ、言うてテスラとデリと、まあ、その辺あれば意外と守れるもんです、ね。まあ、あとはこのキタッシャンのポイズン採用ですね。でキタッシャンがね言ってたんですよ、その試合前にライトニングと悩んでて、そのライトからわざわざポイズンにしたわってそう言ってたんですよね。それが救われましたね。さすがにライトニングだったら、そのやっぱアチャクにライトニングだったりテスラにライトニングだったりで突破されるんですよ。だからライトだったら多分ボコボコに負けてましたね。なんですけど、まあ、形組むだけでね苦しかったんですけど、ポイズンだったので、まあ、それはでかいっすよね。まあ、ポイズンだとやっぱスケラとかさ小物とか他にもいろいろこう幅広くねザッピーとかに叩かれると思うんですけど、このテスラとアチャクイ両方ポイズンってそんなんやないですか、言ったら両方とも微妙に残るみたいな。こう僕がやっぱあんま使う系統じゃなかったので、今回これはすごい刺さったよねっていう思いますね。よいしょ。さあでまあウッドでやりやすけ出すのがちょっと遅いんですよね、そういうところはね許してください。まあですけども本当にね一生削ります。もうクエイクで削るんで、あとはまあディガーでショックかけながら、でペッカにディガーね殴られるの嫌やんと思いながらの、また削りですね本当に。そのディガーのダメージ言うて知れてるんで、まあ知れてるって言うとも高いですけど、もう一生クエイクで削っていきます。あとはもう守るだけですね。でもテスラがマジ壊れ、エレキをね殴ってました。でデリ落として、まあエレキ残ってると、さあしっかりねタワーにも当てていきます。もう突破されないんですよね。いやこれちょっと怖かったですけどね。そう。アーチャク延命しようと思ったら、なんかめっちゃ来たっていう。で、ディガーも飛ばしてるんで、結構危ないんですけど、ゴルネが殴ってからのスケで、しっかりね、ペッカを受けていきます。で、デリバリーと、またテスラも回ってるんで、しっかりね。うぃ、急カーブ。で、ウッドね、削りながらと。いや、なんかね、防衛がもう硬すぎるんですね。そう、これがもうスペル1枚とかでまた本当に相性も変わる世界だと思うんですけど、まあさすがにこれはね僕のやっぱイメージにないデッキ、かつまあ噛み合いましたね。さあこれで3人抜きと、マジこう3人抜き、僕多分今までねクラロリーグで多分2回やる、多分2回とかなんですよね、そうしたことあるのが。なんでまあ人生で3度目の、まあ含む、まあ、プロリーグとはまた違うんで何とも言えないですけど、やっぱ3人抜けできると本当気持ちいいですしね、嬉しいですね。はい。ということで、まあ、本当に今、予選という段階ですけど、もう日本の有名選手みんな出てますね。ケンツ飯であったり、あとは焼き鳥天ゴッド、あと麦とか、本当みんな出てますんで、別グループですけど、まあ、決勝まで行けば多分当たると思いますので、ぜひね、詳しいことは全部概要欄に貼っておきます。それ見てください。お願いします。このままね、僕もね、頑張っていきたいと思います。よければね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。